武装剣武術会の佐藤直人です。本日は前回に引き続き、武装剣の、剣のスピード、速さについて、お話をしていきたいと思います。それではよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いします。武装剣の、剣の速さなんですが、これ実は心の速さでして、剣は急がないんですよね。で、武術は私は武術を習ったことはほとんどないんですよ。全くと言ってないんですけど、どうも3つの線があるようなんですね。線の線、五の線、同時に打ち出した場合のまた線ということなんですけど、通常その3つに、当てはまってしまうと思うんですが、武装剣はちょっと違うんですね。で、この点はちょっと池上先生の方はお考えはどうでしょうか。はい、武装剣を使ってみますと、心がゆったりとして、頭で後先その技術を全く考えない状況で剣が出るというふうに思います。はい、はい。その他副支部長の前から剣の方を伺った場合なんかは、前は当然急いじゃうとまずいですよね。はい。それでなんかちょうどジャストにこう収まるっていうのは、やっぱりスピードとかって考えてたんじゃまたあれなんでしょうね。そうですね、スピード、速さとか、所作の方ですかね、考えていくと逆に心が追いつかないので、愛の思いというか義と誠の思いが先に行って、後からこう体がついてくるというような感じです。はい、はい。じゃあこの辺でじゃあ実地で、池部先生の方でちょっと、見せていただきたいと思いますので、その速さについてですね、じゃあお願いします。はい。